どうは？どうだった？生稲さんと連絡取れた？店に行ったらしばらく休むって連絡があったらしい。電話もしたけど出ない。メッセージは送った。そう、生稲さん、とわの一言がそんなにショックだったのかしら。まあ、あとはもう待つしかないわね。あまりしつこくするのも良くないでしょうし。いらっしゃいま…え、嘘。今晩は…生稲さん、ちょっと大丈夫？何がですか？あ、ほら、トワが失礼なこと言っちゃったんでしょ？それで気を悪くしたんじゃないかと思って。ああ、大丈夫です。本当に？はい。でもなんだかすごく疲れてるっていうか、顔色が悪いみたいだけど。あ、これはちょっと寝不足で、本当に大丈夫です。そう、だったらよかった。それじゃ、こちらへどうぞ。トワさん、メッセージ見ました。ありがとうございます。ああ、ご注文は？アブさんを。トワは？お任せで。はーい。店長、でも生稲さんが顔を見せてくれて本当に良かったわ。トワも反省してすっごく心配してたのよ。そうなんですか。おい、どうぞ。ありがとうございます。生稲さん、とわに不満とか言いたいこと全部ぶつけちゃっていいわよ。どうぞごゆっくり。ウイスキーベースのオリジナルカクテルだよ。どう？
うまい。よかった。トワさん、俺をモデルにしてもらうことはやっぱりできませんか？トワさんに見てもらいたいものがあるんです。どうですか？悪くない。ありがとうございます。でも俺ちょっと花から離れようと思ってて。やめるのか？はい、ちょっといろいろ抑えきれなくて、店に立つのも難しくなってしまって。気がついたら花じゃなくて腕を。花じゃ物足りなくなってしまって、どうしても我慢できなくて。物足りなくなった。本当に作りたいものは花の作品じゃないんです。でもそれを実行するのはとても難しくて。やってはいけないことで、それは分かってるんだけど、でも気が変わった。あんたを描く気になった。本当に？ああ。
ちょっと大丈夫？大丈夫です。すみません。嬉しいです。本当にありがとうございます。どうして気が変わったんですか？もし俺が酔いつぶれたら、お前が解放してくれるんだろ？その前に酔いつぶれないように気をつけなきゃって、イクイナさん？やだ、どうしたのかしら。まだ具合が悪かったとか？おう、トア。よう。していて綺麗ですよね。この包丁、ただの包丁じゃないんです。表面をチタンでコーティングしているから丈夫で錆びにくく、切れ味も抜群。見ててください。ほらほらほら、
生の人参もかぼちゃもスパスパ切れるし、冷凍イカもほらこんなに簡単に切れちゃうんです。ほんとすごい。今回は特別サービス、この番組を見ている方限定、このチタン包丁に加えて様々な用途に合わせて使える万能三徳包丁4点セットと、ワンタッチで簡単に沸かせる電気ケトルまでつけて、お値段変わらず9980円。お買い得。お申し込みはこちらの番号までお問い合わせください。お電話お待ちしております。もし俺が酔いつぶれたら、お前が解放してくれるんだろ。父さん、平気っすか？
トワさん。本当はずっと起きてたんでしょ。お前だって分かってて連れてきたんだろ。やりたきゃやれよ。もう耐えられないんじゃないのか。全部お見通しってことですか。わかりやすいからな、お前。俺が書くのは人が心の奥に秘めてる願望だ。ただの願望じゃない。絶対に叶えてはいけないような歪み切ってねじ曲がった願望だけを俺は書く。じゃ満たされない何かが。吐き出せ。そうしたら書いてやる。俺は それで。違います。ああ、そうだよな。とわさん、これは。ポジティブ。そうか。
そうだな。それは。ネガティブに。傷を。花。花が好き。本当に花が好きなのか。それは。本当は。まだだ、まだ足りない。待ってください。気になるか。はい。ポジティブに。へえ。いいぜ。お前は ポジティブ。ああ。よし。面白い。言えよ。ネガティブに。
この傷跡。本当に興味があるのは傷だよな。はい。ああ、全部わかった。切り裂きたい。それがお前の望みなんだな。あ、そうです、その通りです。俺が本当に欲しいものは花なんかじゃない。ただ花で代用していただけなんだ。俺は本当は人の肌につけられた傷が見たい。正確には傷の中身が。でもそんなことはできないから、自分の腕を傷つけても見たけど、やっぱり物足りなくて。花は人みたいに抵抗しないのに、傷つければ体液を流してくれる。それがなんだか俺を受け入れてくれてるように感じて慰められた。花さえあればなんとかなる、そう思ってたのに、だんだん物足りなくなってきて。それに花を何度も潰してるうちに、なんだかかわいそうにもなってきて。不思議と人に対してはそう思わないんです、かわいそうって。でも人はすごく抵抗するから、なかなかいいようにできなくて、ずっとどうすればいいのかを考えてて思いついたんです、切ってから手当てをする方法を。それなら怪我をさせてもまだ許されるんじゃないかと思って。それにこの町にはデスマッチがあるから、怪我人が道端に転がっていてもそれほど気にしないでしょう。今度は周りの目が厳しくて、とてもじゃないけどできません。だから俺はこの町に来たんです。治安が悪いって言ったらそれまでだけど、新興味は本土よりも俺と似たような人が多いんじゃないかって思ったから。人を傷つけるのは最小限にとどめて、あとは花で代用して、そうやって自分を騙しながらやってきたけど、もう無理です。物足りなくて苦しくて、誰かを切れば切るほどどんどん欲求が膨れ上がって、そんな時に偶然トワさんが倒れているのを見つけて、切りつけてから手当てをしている時に見たんです、体中に残る傷跡を。全身が震えるほどのショックを受けて、その時に自分の欲望をはっきりと自覚しました。ああ、俺本当は心ゆくまで誰かを切ってみたいんだって。切って
その中身が見たいって。俺をこの部屋に連れ込んだのもそのせいか。はい、ただあの時は切る目的じゃなくて、トワさんの傷跡をもっと見たいと思ったんです。トワさんの傷、特に胸の真ん中にある大きな傷が。胸の傷が本当にすごくて、どうやったらこんな風になるんだろうって思って、トワさんを解放した後、興奮が収まらなくて眠れなくて、すぐにトワさんが倒れていたあたりへ戻って聞き込みをしたんです。体中が傷だらけの人を知らないかって。あの時はトワさんの名前も知らなかったけど、ある人と知り合って、その人からトワさんのことを教えてもらって、ルーソンにも行ったんです。ある人、誰だ？それはすみません、言えません。匿名の花の配達もわざとか？はい、トワさんに近づくために。でもどうして俺だって分かったんですか？花言葉だ。気持ちを込めすぎたな。正直気づいてほしいという気持ちもあったので。それにお前が配達した花からアブさんの匂いがした。アブさん、ヨモギか。この部屋の匂い、そうだろう？そうです、ヨモギは昔ばあちゃんが家で育てていて、なんとなく好きなんです。匂いを嗅ぐと落ち着くんですよね。だから香り袋を作って部屋のあちこちに置いてるんです。もちろん育ててもいますし、でも匂いってそんなに移るものなんですね。自分では全然気がつかなかったです。迂闊だったな。トワさんなら俺の気持ちを分かってくれるんじゃないかってずっと思ってました。人の傷の中身が見たいっていう妄想だけが膨らんでいって、今はもう自分でもどうすればいいのか分からないんです。昔からそうだったのか？いえ、ただ子供の頃にすごくショックを受けたことがあって、多分それからだと思います。ショック？はっきりとは覚えてないんですけど、子供の頃誰かをナイフで傷つけたんです。何度も何度も、すごく怖くて逃げ出したくて、でも傷から真っ赤な血が溢れるところはよく覚えていて、それが影響してるんじゃないかとは思います。やれよ。
お前の願望は分かった。好きにしていい。タクか、終わった。迎えに来てくれ。場所は